あのさ、私たちみたいな地方都市におったらさ、あのあれに出てくるようなあの刑事さんなかなか出会わんやん。ほら、あのテレビに出てくるようなトレンチコート着て、はいはい、ね、はい、池袋署とかやったら、あの池袋署っていうか池袋とかの質屋さんにおったら、あの警視庁から禁止やね。あ、はい、ほんと禁止やけん、あんなテレビのような刑事さんが、しかも女性の私15年前に修行に行ったやん、はい、あテレビ、それと渋谷のこのあれここ太陽横やろって、大概なんかこうなんか取り物こうあるやん、はいはい、ここで見たことがあるっていう目の前の質屋さんやったっけ、私が修行に行ったの、はい、私見張ったりと、あれここ撮影で使われとってよう使われたとこやんってさ、うん、こうあのちょっとそういうこう木とかの岩とかのこの感じとかなんかとかそう変わらんちゃう、うん、看板とか店は変わるけど、うん、なんかけここあれやん、そしたらあれってなんかあのそういう刑事物とかのあれにあのここ撮影とかに使われてませんでしたとか、よう分かったねって言ったけど、いやなんかちょっとあのここ見たことあるな、テレビ見たことあるなと思ってると、もうあのようありよったよ、あれ合ってたよとか言われるとさ、そんな感じでさ、で、あのあそこ伊勢丹の、あの伊勢丹じゃない、あ伊勢丹か、伊勢丹の1階の靴売り場とかでこうたまたまこう見よったらさ、あの方あのあれやドラマとかによう出てきんしゃう人やとかいう、そのちょっと脇役の方ね、うん、主役級のキャーキャー言われるような人はなかなかちょっとそんな自分であの靴買いようとかいうのはちょっとないわけじゃないやろうけど、まあそうじゃないけど、あ結構芸能人おんしゃ普通に、で目が合ったらムッて言いちゃうけど、もう私もんんん、いやだけどのいや知り合いじゃないけど挨拶するのおかしいけど、んってかなかなあの伊勢丹の靴売り場とかはね、あの普通に芸能の、あとね、あのなんかな料理教室とかにこう出てきんしゃうようなこうおんしゃったりするやん、でその人たちが普通に切符買い、あのあの頃まだちょっとあれやったっけ、あのみんなスイカとかじゃないけん、どこどこ行きだな、いくらだったか、カリオちゃんとかにさ、あったりとかで。あ、この人絶対新宿とか行きおしゃれ、一人で行きおしゃれよね。だって絶対新宿で切符買えばこれじゃんとか。ちょっと、あの、駒込とかね、巣鴨とかになると、ちょっと静かになると、駅がね。うん。いや、春町駅よりは静かじゃないけどね。だけど、そういうとこでさ、あの、ちょっと出会うっちゃう人に。で私いまだにそのトレンチコートの あの方はさ、あのこうこれまんまやーとか思ってか、でその方が結構こうなんか、吉見さん福岡に帰られるんですか、寂しいですって言ってわざわざメッセージあのメールをくれしたことがあったった、いやなんかみんなそう寂しいって言ってくれるけど、なんか全然都会はなんかこうな、東京砂漠とかさ、なんかあのなんか東京って寂しいとこみたいに言うけど、いやいやみんなもうだけなんかあのね、修行先のね、あの売り場の女の子とかね、なんかこういくらつけていいのやけど、みんな検索あのあれやったじゃん、検索とか何も知らない人たちやったじゃん、だからいくらでつけていいかわからんとか、これがこうとかなんとかとか、こう検索あの私に相談してくれんしゃ人がおっしゃったね、女の子たち、もう良純さんが福岡に帰ったら私たちどうしていいかわかりませんって、そんなことないって調べる力持っときって私修行に来たのかガラパゴス諸島に来たのかよくわからんとこだったんだ、こないだいかんけど、あのね何が言えるかっていうとね、私たちはちょうどほら大都会の本社とかにおったらそこの仕事だけで一応成り立つったい、はい、けどほら支店だととか、あとお医者さん、はい、大学病院におったらね、ほら検査とかでもうそれでいいやん、はい、けど離島のお医者さんとかだったら何でもせないかやねん、はい、ちょっと私たちそれにいとっちゃう。あの、ちっちゃい町のちっちゃいやつとかともう何でもしきらんに帰るのあるって調べたりなんからかんから自分でね。っていうのが逆に言えば大都会におったらないわけ。だけ案外ガラパゴスやったわけよ。うん、で、特にまたほら、若い、あの、なんかいら、あの、私たちの若い世代の人たちが世代交代してなくて、まだね、あの、要は完全にアナログで使用しちゃった時代やけ。私たち15年前とかやったらほら、もう、あの、そういうことじゃなくて、ね、ネットとかバン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 やりよったや福岡の場合は。だけどかなり福岡の方が新しいものをすぐ取り入れてこうやる気風があるよね、どっちかというとそうじゃないとやっていけんもんね、ここはね。だけど東京はね、実は 10% の人に受けたらやっていけるとかよく言われたと昔は。でももう今こんなネットの時代になったらさ、
あのそんなこと言ってられん。だけど地域格差が逆に今なくなっとうけん、あの茅野屋さんみたいにさ、あんなちゃんともう立派なこう瓦葺きのね、瓦葺きじゃないあれはないな、茅葺きの屋根のあんな感じでどうのこうの、あんな素朴なレストランとかだったら外国の人まで連れて行きましたよね今ね。あんな感じになっていかないか、あんな感じだね。だから中途半端なんよ今私たちがやりようことって、ここはこれって、だけどなんかいい感じにね変わっていかないかなって感じがちょっとしよったよ私。あの質屋の機能は大事にしながらね、多角でやっていくときにちょっと癒しというか、だってここにもし今カフェとかあったらちょっとお茶して帰りにしちゃうかもしれんやない、今見ようした人たち買って行きにしゃれんでも、だけどカフェ必要やねと思ったりしよう。だけどこのまま売り場からねスーッと行けたらいいっちゃうけど、今度はほら必ずちょっと防犯みたいなのが必要になっていくっちゃ、だけどその動線をちょっとうまくやらないかんっちゃうけど、カフェとその物販のこう併設はちょっと大事だな。でほらそこで商談もできるやない、買いほらこっち側の買い取りの部門じゃなくてそっち側の方がいいお客さんやったらね。だけどちょっとでそれにプラスファールは私がほらその結局自分の使いよう化粧品 の結局あのあれね、本物 あの化粧のね、あのゴテゴテ塗りたくるじゃなくてそっち側とかで、ジョカナンの方もどっちかってほら健康志向なカフェなんやわけやね。だからちょっとそういうののね特徴をつかめるような、こう一つそういうこうなんかこんなちっちゃな建物ないけどちょっとアミズメントがつたあの詰まってるようなっていうのがちょっと今これからちょっと理想的で、それに携わる人間もそれやったらあの楽しいしね、うん、木を照らってないけどね、だけどっていうのがちょっと私の中での構想、うん、なんか思いついたたんびにさ、ああでもないこうでもないって言うけど、あの聞きよう人間はさ、ちょっと大丈夫ですかって感じ、なんか一週間いっぺん言いようことは違うけどね、立て直す、いや、いや違う、お茶室作ってみるとかなんかかんかん言うけどさ、けどこのお茶室がさ正座せない関係でさ、お客さんがさそんな正座やらしたがらんて、だけニーズに合ってないわけよ。でも世の中のニーズに合ってないじゃなくて、そういうちゃんとこう座してあの独座観念って言ったら、一人で座って一人であのことをねちゃんとこう見据える考えの考え方、結構大事な姿勢やもんやけどね、道楽やな、道楽やな、道楽の領域やな。でも道楽やけどいい研修の場ではあるっちゃうね。でそこでちょっと休憩してもらってもいいと、スタッフはそこやったら、うん、で少なくとも床の間の方に足をあの向けんでね、要するにあのこっち側の方に向けた時にちょうどにじり口側が南側やけんさ、南側に足向けて寝てもさ別にないけど、あそこはあの使ってない時はあのスタッフがあの食事の後ちょっと休憩していいよっていう場所にしたいなと思ってね、あの一人になれる場所やけん、2畳の茶室で2畳か3畳しか取れんたい、だけどちょうどいっちゃう、そういう意味ではね、え茶道部にさあの男子が多かったのもあれやもん、あの休憩時間にあの畳の部屋でから横になれるのが理由やったじゃん、あの人たちでお茶の本当にあの周期茶会とかなんかとかなんかほらあのお茶会のお稽古になったら一切来んって誰はそれで試験前になったらほらあの誰々ノートを貸してくれ、ちょっとコピーさせてくれとか言って、それの情報収集にあの集まってくる人たち、いやそれがさあんな不良たちとね、不良とは言わんけど、ああいう人たちとお茶とさ全然合ってないやないかって私思ったわけ。あのねお茶濁すってちょっと検索してくれる、お茶濁す、お茶の茶だけが漢字でね、濁すはあのひらがなで、最後に多分もしかしたら丸がつくかもしれんけど、丸ちょっと入れんでお茶濁す、漫画があるっちゃん実は。で今ドラマ化しとったい、でちょっと一回だけパッて見た、うんあるとよ。でこれがね不良ではなくてね、なんかついついこう絡まれてしまうだよね、その子中学の時から。でその子もう天才的に喧嘩が強いわけ、腕力あるもんやけ、だけん別に自分が喧嘩したわけじゃなくって、
向こうが 目があってどの子のとか言われるどうのって言った時にどうしてもこう喧嘩に巻き込まれてしまうっちゃけど、はい、強いったいつもだけどもう恐れられとっただけあの高校になったら絶対にもう要するに売られた喧嘩は絶対買わないって決めて行ってで、はい、部活に入ろうってしたら例えば勝利寺拳法とか空手の空手部とかわっそらとかとかたらその人が通っただけでもあのわざと目が合うのみんな壁に向かってこうなってあの結構あの本当に喧嘩売られたらみんな死んでしまうけっていう理由でねでまあほとんどほんと茶化しとっちゃうけどそしたら茶道部の部長がねその子とお二人あよかったら茶道部に入られませんかって言っちゃうわけ。たら部長とか言ってさあと後の佐藤部が あの人たちを入れようとしてるんですかやめてくださいとかいやいやあのお茶はねあのなんかそんな人がどうのこうのとか噂とかそういったもので判断するものではありませんあのうんぬんとかでもうできた部長体やだから佐藤ってこういう見方をされてるんだなっていうのでもう目から鱗でこの子たち入部するっちゃうなのでねその不良じゃないとよ不良だと思われてしまってる子たち、うん、子たちを中心にこうお茶がずっとこう展開されているという斬新な漫画です。これちょっと私、そうなんです。いやそれで知ったとて、うん、ということで、あのこういう切り口なんですよ。なんかなかなかちょっとね、これちょっと読みたくない。あのちょっと画質は私あんまり好きじゃないってその漫画のそのこの絵はね好きじゃないけど、まあドラマはねちょっと。びっくりしました。まあちょっと誇張されてはあるっちゃけど、そのただその茶道部の部長がさ、ね、怖いってみんなが恐れとう人をさ、恐れずにさ、動じずにね、よかったらあの茶道部に入りませんか、お茶一服いかがですかって言って、その喫茶こうほらまあまあ座ってここでちょっとお茶を一服いかがっていうのを実践するった高校生の茶道部の部長でそこまで出来上がった人はなかなかおらんと思うよ。だって私でさえそんなほら未だにこんなこと言うたぐらいかほらこんな奴ら狂ってとか言ってからさ困ったよとか言うろ55歳がまだこんなこと言うのにさ17歳のあの茶道部の部長よかったら入りませんかって自分から誘ってさお茶って本来そんなもうちょっとだけ理想を描いてほしいわけよねそんなできとらんよ人間そんなでもそういうことなの。もうほら俗世にいながらにしてまるでこう修行僧のようなもう澄み切った心もっとおっしゃった。ちょっと面白くないそれ。うん、あのお茶の真髄。うん。ちょっとそのドラマなり漫画なりはちょっと私実は注目してます。はい。なのであの。表現ものはね。まだまだお茶を知らなかった人がの、あの、あれ男性向け、あれ成人男性向けだとああなるわけよ。ああうん。でもあれさ、じゃあ、あのままをさ、小学校の子供たちにちょっと見せにくいと思わん？ね、ちょっと大人っぽすぎるところがあるけん。あれちょっと子供茶道教室に面白いよって持っていけんって、あれはあくまで成人男子。ね。あ、もういけん。ちょっとお茶濁すはね、ちょっと面白いなと思ってね。あの、やっぱほら、誰々向けってあるじゃん。その時じゃないとね。じゃないとちょっとあの、やっぱり、なんであるけど、うん、あれはだけ逆に言えば目から鱗でしたってやっぱ思うと思ったお茶とかやったらほらそんななんかこうほらあの何普通の一般の男性からしたらねなんかものすごく遠い存在やったらいやだってあなたも言うのもねいや僕お茶はって言うともねいやそんなんじゃなかったみたいなね言うのではねちょっとそういう意味では伝え方そこにあるものは何も変わらんちゃけど伝え方によってこう広がりがあるという意味ではさっていうのでね何が言いたいかというとメルマガだとか写真だとか動画だとか、ね、あの自分たちが伝えたい本質をこう伝えるときにそういうののこうだから伝えるテクニックはやっぱ持っとかないかんってことよね、うん、大事なんですよで色って結構大事よね人はなぜ色にこだわるか知っているようで知らない色の色々みたいな、ね、あの結構大事よね色が知らせる体の注意信号健康な爪はピンク色であるそのピンク色が黄色くなったらあとね体の不調が悪くなるとね足の裏が黄色っぽくなるんだって、うん、
爪が赤紫になった時、白くなった時、形が変わった時、縦の筋が入ってきた時、私縦の筋入ってるんですけど、横に溝ができた時など、先生は爪の変化を内臓の症状として捉えて、健康診断をなされる。なので爪を塗ったままね、病院に行ったらね、もう先生見れんで困っとんちゃうとよ。なのでちょっと爪はね、塗らんがいいですよね。で、あとあまりこう いじらん方が、今の健康状態をね、お医者さんに自分の状態を見せる。でも今爪見医者先生らおらんね。いないですね。みんなデータばっかり見るね。目とか爪とか口の中とかちゃんと見てほしいね。やっぱとか、あと触診とかね。疑問おしゃれんね。いいとこやなね、そんなんで。ちょっと疑問に思わん？で、薬漬けばっかりしてさ。楽園除化なんが売れると医者が青くなるでいいじゃないみたいな。私不良や。私不良じゃない、ちょっと発想が。ていうか本音で言いよう感じ。喧嘩売る？喧嘩売りよ。けど間違ってないよね。間違ってないよねって言われて、間違ってますって言いにくかろうけど、いや間違った時は間違ってますって言ってね。あ、そういいよね。それはって言うよね。って言うね。よしよし、ということ。え